10代の頃から吉本の女芸人として活躍し続ける山田花子さん。2010年にトランペット奏者と結婚し、現在は二人のお子さんの母親です。しかし、旦那さんが相当なダメ夫で、くずっぷりのエピソードが数々あるそうです。一体どのような旦那さんなのでしょうか一緒に見ていきましょう。山田花子さんのプロフィール。 本名、福島京子。青年月日、1975年3月10日。出身地、大阪府堺市北区。血液型、A 型。学歴、大阪府立福泉高校。所属事務所、吉本工業。経歴、山田花子さんは中学生の時。 バラエティ番組、4時ですよーだに素人として出演します。この出演をきっかけに芸能界デビューを果たします。その後、ダウンタウンのゴッツええ感じにレギュラー出演するなど、徐々に活躍の幅を広げていきます。山田さんは中学生から活動しているため、年上の後輩が多く、ナインティナインや宮川大介さんなども後輩で、姉さんと呼ばれています。 しかし、高校卒業後は、プロレスラーを目指し、女子プロレスの練習生になりました。ところが、受け身ができなかった山田さんは、練習中に頭蓋骨を骨折する重傷を負い、プロレスラーへの夢を諦めざるを得なくなります。再びお笑いの世界に復帰すると、吉本新喜劇にて大活躍し、女芸人として確かな地位を築きます。カモン 汗ばむわーなどのセクシーなギャグが受け、バラエティ番組での独絶キャラも人気を博しました。結婚は一目惚れ山田さんは2010年に35歳で結婚します。お相手はトランペット奏者である福島正則さんです。当時、女芸人として結婚できなそうなキャラと言われていた山田さんの結婚に、 芸人仲間からは驚きの声が上がっていたそうです。夫の福島さんは山田さんの4歳年上で、大学在学中には小沢誠治さんの指揮のオーケストラに出演するなど、実力が認められていたトランペット奏者です。大学卒業後はドイツに留学し、有名な公共楽団の首席奏者など、そうそうたる死のもとでトランペットを学びました。 帰国後はフリーのトランペット奏者として活動し、国内外のオーケストラに出演したり、トランペット講師として活躍。そんな福島さんと山田さんはトランペット教室がきっかけで出会いました。2005年に山田さんがテレビ番組の企画でトランペットを習うことになります。そこで講師である福島さんに出会い、山田さんは一目ぼれ。 山田さんにとって福島さんはドストライクのイケメンだったと語っています。一目ぼれした山田さんは一生懸命アプローチしますが、最初は全く相手にされませんでした。見向きもしてくれない福島さんに対し、山田さんはなんと2年間もラブレターを送り続けます。そしてついにその努力が実り、2008年に交際がスタート。 やっと付き合うことができた山田さんですが、彼氏ができたことに浮かれ、彼氏のことばかり考えてしまい、新喜劇の仕事に支障をきたしてしまっていたそうで、そのことを芸人たちからばらされていました。しかし、本当に彼氏の存在がいるのか信じられていなかったようで、芸能ジャーナリストの井上孝三さんは、マスコミも交際に対し、半信半疑で取材もしていなかったと語っています。 そんな中、順調に交際を続け、2010年5月に結婚を発表しました。誰も取材をしていなかったため、当時山田さんの結婚相手は放送作家ではと噂が出るほど驚きの発表だったようです。二人は結婚する前年に、東京の調布市にマンションを購入して同棲。マンションの頭金は山田さんが払い、月々のローンを福島さんが支払っていると言われています。 2012年6月には長男を、2016年2月には次男を出産しています。ところが山田さん夫婦は離婚の危機を迎えていたと囁かれています。その原因は夫の福島さんの行動が目に余るものだったからと言われています。最低な旦那のクズエピソード。順風満帆に見えていた山田さん夫婦には、 福島さんの目に余る行動が問題だったようです。二人には一般的な夫婦では考えられないルールがあるそうです。それはキスは一回1000円、行為は10万円というルールです。これは夫の福島さんが取り決めた夫婦の間のスキンシップの値段なのです。このルールを聞いた視聴者からは、旦那くずすぎる、紐だろと批判されました。 先輩芸人は山田さんに出産祝いを渡したら、祝い金はその時の資金にできますわと言われたと語っています。先輩はそれでえ,えんかと心配したそうですが、山田さんはニコニコするだけで、周りの心配をよそに本人は納得しているようです。しかし、トランペット講師である福島さんは現在安定した収入がなく、家計や飲み代 遊ぶお金まで全て山田さんが負担しているのです。ハンドクリームからリップクリームから旦那だけ高いやつを使うんです。私は安いのを使ってるのに、と福島さんの高級志向に対し愚痴をこぼしていました。また家計を考え、1800円の美容室で節約する花子さんとは反対に、福島さんは大阪から東京までわざわざ髪の毛を切りに行くなど、 散々散在しています。夜の街にも頻繁に行くらしく、その合流費用も花子さんが支払っているそうなのです。また、福島さんのトランペット教室の生徒募集のためのホームページを100万円もかけて新しくしたのに、結局一人も応募してこなかったというエピソードも告白しています。他にも福島さんは浮気を全く隠さず、 さらに子供嫌いで自分の子供の面倒を一切見ないなど男としても夫としてもとんでもない行動をする人でした。売れている芸人の山田さんは年収や貯蓄も結構あったと思われますがそこに付け入るような旦那さんのエピソードはどれもひどい話ですよね。このようなエピソードが多数ある二人ですが実際は山田さんが家庭の主導権を握っているそうです。 結婚4年目には福島さんはカカア天下だと語り、トイレ掃除や食器洗いなどの家事や子供の保育園の送迎なども自分がやっていると語りました。しかし実際にはこの家事に対しても山田さんが福島さんに賃金を払っているという噂があります。テレビ番組で撮影するような時だけ福島さんが家事をしているのが真実だそうです。 一方、福島さんは金銭面でも山田さんのカカカテンカブりをいろいろ暴露しています。月3万円のお小遣い制で1日に使える額は1000円くらいなので、福島さんは缶コーヒーや牛丼を食べたらなくなっちゃうと不満を漏らしています。実は、お小遣い制になったのは、結婚当初に高額なトランペットを勝手に共同講座から購入したことがきっかけでした。そんな二人の間には、 今までに何度も離婚の噂が出ています。以前、福島さんが離婚したいと女友達に相談したことがあったそうで、それを知った山田さんが夫を問い詰めました。すると福島さんは開き直り、山田さんに向上心がないから離婚したいんだと言い放ったそうです。こんな福島さんなので、山田さんを可愛がる芸人仲間からは、以前から離婚の心配をされているようです。 それでも、どんなに夫からひどいことをされて、周りから離婚を勧められても、山田さんは、福島さんが家にいて、お帰りと出迎えてくれるだけでいいんだと語っているのです。一目惚れをした弱みでしょうか。旦那さんのこれらの行動には、さすがに心配になりますね。現在は数々のくずっぷりエピソードがある夫のいる山田さんですが、周囲の心配をよそに。 現在は順風満々な夫婦生活を送っているようです。これまで東京に住んでいましたが、2016年に大阪へ引っ越し、吉本新喜劇にも復帰を果たしています。大阪に帰ったきっかけはお子さんたちで、長男がもうすぐ小学生になるので、学校は慣れた大阪がええなと思いました。東京だと親がこんなでいじめられるか心配だった、と話しています。 大阪へ戻ることを相談された夫の福島さんは、ついていきますと即答。引っ越しに際し、結婚前に購入した東京都調布市のマンションを売却しましたが、東京オリンピックにより地価が上がり、購入した時よりも高い金額で売れたそうです。その売却資金で大阪にこれまでより広い自宅を購入しました。福島さんは現在もあまり子育てに参加していないようですが、山田さんはとても教育熱心で、 将来子供たちを東京大学に入れたいと語っています。山田さんは将来いろんな職業の選択肢を作ってあげたい。東大に行けたら政治家にも医者にも何にでもなれるんだからと語っています。夫の福島さんの数々のエピソードは驚くばかりですね。山田さん自身は離婚する気はないそうですが、周囲は心配し続けているようです。 あなたはどう思いましたでしょうか福島さんにはもっと頑張ってほしいと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。